ささんこんんんここにににちちはははどうぞ、はいい令和5年11月21日に収録を行っています今回のテーマですが憲法改正の具体案ということで11月15日に行われました憲法審査会での模様をお伝えしていきますさあいわば問題の憲法審査会なんですよね野党の方々はとにかく憲法を一時も変えないための審査会これ全く僕は矛盾してると思うんですけど。うん じゃあ住民のやってることって正しいかというと、もうこれ、条改正の話は避けるばっかり。でこれ、憲法審査会って、あの普段の委員会の質問と違う点が2点あって、ですね、はい、1>, 1つは立っちゃだめなんですよ、はい。座ったまま発言、ね、っまま発言っていうふうに、事実を決まってるわけです、それで憲法審査会は会なので、委員長じゃなくて会長なんですが、うん、その今でいうと、中曽根博文。 自民主党の元外務大臣が会長でいらっしゃるんですが、はい、そのなお発言は座ったままで結構ですっていう、うん、これはあの決まった文を読まれるんだけど、はい、本当は結構ですじゃなくて立っちゃだめなんですうん、うん、でなんでそういうルールになってるかというとこれ根本なんでちょっと聞いていただきたいんですが憲法審査会って国会の審議の中で唯一議員同士が議論する場なんですよ、はい、他の委員会は全くないわけですよその政府側大臣とか副、うん、大臣政務官と議論して答弁引き出すんですが。 憲法審査会だけはの政府側に聞くんじゃなくて議員同士で憲法のあり方を考えるので,でいちいち立ってやってたらそれができにくいから座ったまま自由自在にやり取りしましょうということになってるんですよ。いうことになってるんですでもそれがあの実態としてはほとんど行われないので、うん、だから座ったままっていうのと議員同士が議論するって二つと口あるわけですよね。うん、それで 僕は何でも本来の志に戻そうとするからえ今回の憲法審査会の質問もそこに戻って野党の議員がこう言ってますでそれに対してどう思うかってことをですね、うん、その生き生きとした対話にまで至らなくても前だったら猪瀬直樹議員がここううおっっっししゃったたっていうことをやりましたよねで今回は山本太郎議員がねっ、うん、住民主党を批判してこうおっしゃいましたねっていうところを言ったんですよ。 それで中身はこの後見ていただきたいですけれど笑い声が起きたわけですけど、はい、本当は僕は僕笑う場面じゃないと思ってます、うん、でこれ本来やっぱり一致点を見つけて変えるべきところを憲法の中で変えていくと憲法の手続き通りに96条の改,改憲規定があるわけですからこれ前も僕はこれを憲法審査会で発言してほとんど反響なかったんですけど96条があるってことは憲法自身が 改正必要な時は改正してくださいってことを期待しているはずだとでそのためにどうするかということを今回はそういうことだけじゃなくてこのサムネにあるとおりの具体案を言ったんです、うん、で住民党はこの救助を避ける代わりにその5億のことばっかりやるわけですね。はい、で山本太郎議員のこと発言もそこに関係あるんですけど5億のことをやるならやるでじゃあ5億解消するために。 憲法のどの部分を変えてそこにどんなことを新たに書き込むのかを言わないといけないじゃないですか一回も聞いたことないんですよ。で今まで通りなのは例えば僕が質問するときに発言するときに住民人の上の方の了解とする必要はないんですよ。それは代表質問っていって本格上で会派を代表してってやる時はやんないといけないけど全く自由にや,やりましたので、えー、それはルール通りに自由にやりましたのでどうぞ見てください。 青山茂春君はい総理、党略ではなく、主権者の代理人である一人の議員として、私の意見を申し上げます。参議院の補欠選挙で先日、徳島と高知の高知の合区選挙区に入りました。徳島は記者時代の初任地、高知は兄弟の嫁ぎ先で、それぞれの地域文化に今も身近に接しています。 阿波の徳島と土佐野高知は全く違いますそれが一色体の選挙区にされていることに主権者の怒り悲しみそして関心の喪失を直に感じました私があ衆議院まで含めて国会全体で考えれば東京ばかり議員を増やしてどうすると信ずるところを申し上げると主権者はその支持党派を超えて共感される人も少なくありませんでした 一方で、山本太郎委員の以前のこの審査会でのご発言に、自由民主党は自ら合区を率先して導入しておきながら、それを理由に会見を主張するのはおかしいという趣旨がありました。今日のご発言にも一部あったと思います。私はその指摘に限っては正しいと考えます。その上で、主権者のために合区という不合理は根本から党派を超えて解消せねばならないと考えています。 アメリカの真似をするわけではなく、参考までに釈迦に説法を申せば、合衆国は一票の格差よりも、各州の主権者の権利を尊重して、人口にかかわらず各州平等に、日本の参議院議員にあたる上院議員を2人ずつ出しています。人口最大4000万近いカリフォルニア州でも、人口最小のおよそ58万人のワイオミンギ州でも、同じく2人ずつです50。50州かける2人の合計100人です。私は日本も、 都道府県47都道府県かける3人の141人、プラス比例代表の100人、そうしますと、合計241になりますから、ちょうど合区を導入する前の定数に戻るわけです。これを憲法14条、法の下の平等の例外規定として書き込むことを、主権者にお尋ねするよう、私の意見として臨みます最後にに法制局長に短くお尋ねいたします。 国会法は衆院100人、参院は50人の議員の賛成があれば、憲法改正の原案を国会に出せると定めていますが、これは改憲規定を盛り込んでいる憲法96条と、どのように響き合っているのでしょうか、お尋ねします川崎法政局長、お答えいたします。えー、制度上は先生が今あのおっししいいまたた国会法68条ののに定める賛成者の要件を満たしていれば 憲法96条1項が規定する各議員の総議員の 3, 3分の2以上の賛成がの見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議員に提出することは可能でございます、はい、青山繁春君。皆様ご存じのとおり、自、え、由、ー、民主党はその規定によらずに、えー、最終的には総議員の3分の2以上の賛成がないと、さっき、主権者にお尋ねすると言いましたけど、国民投票にかけられませんから。 あくままでもこの憲法審査会をを大切にしてて議論を進めています私はそのことに反対する、現時点で反対するわけではありませんが、先ほど維新の方の提案にもありました、いつまでも議論を続けるというのも違うと思います。すべてのことの中で、この憲法改正だけが主権者に最終的な選択が預けられているわけですから、代理人である私たちだけでいつまでも話すのはまた違うと考えていますので。 今後、この国会法の規定についても、できれば議論されることを望んで終わりまさあ,あの、憲法審査会は1人5分と決められていますので、えー、短く終わりましたが、皆さんお気づきだったと思うんですけど、最初、あのこうやってあの紙を、まあ、他の議員と同じように見ながら言いましたよね、それで参議院の法制局長が答弁なさった、その後紙を置いてですね。 そもそもこの議員だけでいつまでも憲法に従って話してるのはおかしいと、えー、国民が実は国民投票できるのは憲法改正一つしかないんですよ全ての国政の中で自治体の住民投票とかとは違って主権者が実際投票できるってその選挙以外にこれ一個しかないからもうそこに主権者の側に渡すべきだっていうことをその申しましたでそれもこの紙を置いいた理由っていうのは 野党のの人々を見ながら申し上げたのは実はそういうういい理由でですさあ聞いてどうでしたか、はい、あの実際に7年前に国会に来て一番思ったことなんですがもう審議がこう儀式的すぎて実際の中身っていうものがどれほどあるのかとこれはもうメールのやり取りで済むんじゃないかっていう思うことがすごくありまして憲法審査会はまだましでこう議員間の意見交換があるっていうのはまだましなんですけれどもそれにしても実態 この中身がまだまだ伴っていないんじゃないかなっていうふうに思いましたのでその議員の考える実際のこう意見を交換するで目を見て議論をする場っていうのを本当にじ<う>実現していっていただきたいなというふうに感じましたあの三浦社長が言った通り僕と三浦社長は全く同じ時に国会来たわけですよね。 で僕はまあ政治記者としてはこの国会の中をある意味知り尽くしてはいるけれど当事者になったのは2人同時に来たんですよ。で国会審議は境外化してるっていうのももう相当程度当たってて全部と言わないけどこれって本当に深刻なんですよね。与党が提灯質問っていう問題があるだけじゃなくて野党の方もいつも週刊誌を振りかざしそうでなくても新聞記事を振りかざしスキャンデル追及その腐敗を追及するのは大事だけど。 政策論争じゃなくてもうそこに傾くっていうのはですね、うん、本当に大きなロスがあるしそれからメディアも普段の政策論争全く関心ないんですよね、うん、で例えば僕はずっと一貫して属している経済産業委員会自慢資源のためですけどそこで誰か例えば、あのー、政務三役とかあるいは議員の側でも与野党問わずスキャンダルが。 分かるとうわっと取材に行くんですよね、うん、もう入れないぐらいそでその騒ぎ終わると政策論議でしょ普通に予算委員会よりもある意味もっとその経済産業委員会とかそういう例えばあ財政金融委員会とか外交防衛委員会とかそこで政策論議やってるので全く取材の品字もないんですよね、うん、だからやっぱりあのー、どっかから変えていかないといけないんですよだから国会審議にもっと目があるようになったら 傍聴の方も普段、はっきりで傍聴者が来るのは僕の質問の時と。あと共産党の質問の時だけですよ、ほとんど。んで、そういうのも、こう変わってくるだろうし。そこから、メディアはやっぱりニーズに合わせて変えるので。あの、とにかく、誰かが始めなきゃいけないかって。からっていうつもりで、やってます。はい。はい。ありがとうございました。はい。今回のテーマは以上にしまして、千、はい、にいただいた感想をご紹介します。はい、ええー、ちょっと、長い。 感想をいただいておりますので分割でご紹介します。はい、えー。線の感想（カッコ 1） 表紙から、うんはい、青山さんの書物の表紙、えー、想定にはいつもメッセージ性を感じます。す表紙を見たとたん、このこの部分ですね。シュッと線の字の部分と、うん、A と80、えー、ここです。はいですね。うん、の赤字が目に飛んできます。飛び込んできます。うん、赤色は 命、魂、日の丸を連想しますするとこの「の」の部分ですね「の」は「魂の戦い」千のの魂魂と読めます,すげえ魂の戦い、生き方の葛藤を彫刻した人のために生きるという魂を強固に持ち続ける内面での戦いなのか「えー、千の戦う」ですね「千の魂」えー「戦う以上 フェアプレイの精神で絶対に勝利するまで戦い続けるという魂、えー、アルファベットの、A、これから行動を起こす初めの象徴としてのアルファベットの初めの A を魂の色とされた、えー、そしてこの「十」の字ですね、えー、本の背中に赤字で「十」の字を描く目的を達するという覚悟と責任イコール十字架を背負うということで表現されたという。 前半部分の感想ですありがとうございますすごいですね、<laughs> ここまでうお答えはね。<laughs> と言いたいところだけど <laughs>、はい、まずあの、実は絵描くのもデザインするのも好きです、だから古典まで一度ありましたよね。で、デザインっていうのは、勝手に思ってることですよ、でプロではないので、許していただきたいんですが、デザインは一番解釈の自由度があると思ってるんですよ。うん で、A、もそうですけど文学もそうなんだけど一番むしろ狭いのは文学だと思う小説が一番狭い。で同じ文学でも詩とか和歌俳句にいくに従って解釈の自由度が出てくるけどでこの美術の世界でいうとデザインが一番解釈の自由度があるので今おっしゃったこういう意味が全部当たってますよね。うん、全部当たってるしあの ミリストによってこのその人の本当の願いがこう現れるようにしたいんですよ。うそうするとまあたくさん考えました。たくさん考えただけじゃなくてですね、この原案を作ってアフリカに行ったんですよ。はい、でアフリカであのこのハンモットがこうやってあのデザインにしてくれますよね。それを携帯の画面であの南ヤルカの日本大使館の 若い女性2人村本さんと林さんに特に車の中で見てもらってそこにはあの年配の幹部もいたんですが、まあ、その人も見てもらったけどあるいは一緒に行った前立ち団長にも見てもらったけど特に若い女子2人に聞いてあのいくつかの案の中でこれ一番好きですというのも非常に大きく影響したんです。 ぜひ皆さん感想青山茂晴、オンザロードのブログのコメントまでお寄せくださいだ史上初めてですねその本の表紙の感想だけがとりあえずあるっていうの、うんうん、そうですねただし続きがあってまたあの次にご紹介します、えー、三浦氏が読んでくれますはい、はい、皆さんいきなり上着なしで付け足しです女よ大使を抱け女性が大使を持つということは例えば男子にとってはどういう意味なのか それを考えるためにもそれから本当に自慢資源っていうのは実用化するのか考えるためにもこの正直な本を皆さんよかったら買って読んでそして、えー、僕のブログに青山ちゃらはネットに一切タッチしないのでブログやってませんので、えー、もちろんツイッター X もやってないしフェイスブックもやってないからできたら僕のブロ,グブログにやがて感想をください。 そしてチャンネル登録シリーズですはい、えー、前回がですね祇園祭りっていう恐、まあ、らく日本人で知らない人がいないっていうね行事を言いましたよねそ。やっぱりみんな頭に浮かぶのは祇園、えー、祭りは、まあ、いわば夏の入り口で暑い京都の夏、まあ、最近もう笑いじゃなく暑いですけど、うん、くぐり抜けると五山送り火がやってくるんですよね。うん、でこれやっぱりあの 僕は神戸のちっちゃい頃には大文字焼きって言ってましたよ。はい、この大文字焼きっていうのも京都の人は絶対言わないんですよね。まあ大の字があるからだけど、はい、で本当はその大の字は一つであって五五五山山つつの山につのにが焚かれるんですよね、うんはい、それで祇園祭りの時に布やんの原稿捨て捨て事件と、ねはい、ひ,ひろひろ拾い上げ事件とあって。はい あのー、そもそも僕は担当になるのかと思ったけど野々山が「うん、野々山は五山起きる日」なんてちゃんと言わないけどね「大文字」って言ったから、うん「お前やってこい!」「お前やれ!」えすると当然もう十分に取材するわけじゃん。うん、そうするとねこれ僕は本当に感じたのはねあこれ本気なんだと思ったの。 五山送り火って送り火の名前の通り旧盆で魂が、はい、祖先の魂がやって来てくれて、うん、で帰り道迷わないように送、ね、り火を焚いて赤々と道を照らすんだというのはあの神戸ってよく言ったらモダンで、うん、現代的でだって歴史浅いからっていうかまあ本当は。 京都の奥部屋のために港を使われたりしてたんだけどこの京阪神っていうスタイルになったのはまだ150年前だからあのお盆とか盛んだけども大事にしてるけどあんまりそういう雰囲気ゃないんだよね。うそれがこう取材してるうちにさっきの祇園祭りの町集ともまたまた重なってる部分もあるけど違うところもあってあ京都の人はほんまに祖先が。 お盆旧盆じゃないんだよね旧盆なんて言葉ないよ、うん、お盆に来てはんと思ってはんねやと、うん、そう言われたらねちょっとうずうずとするぐらいこれ自分の感覚かな京都のあの町の本当の部分がねちょっと違うんだよ雰囲気がうん、うん、あのい変な言い方するとスピリチュアルだけどなんていうのかな普段と違う存在がいるような気配は僕は感じました京都結局都合六年住んでたけど 毎,毎年感じるんだよねそれで僕子供の頃に不思議に思ったのはこの「大文字焼」って言ってたけど話は知ってるじゃないですか、うん、だから来る時は迷わないのになんでか帰り迷うんやうす <laughs>、ね、割とすぐそういうこと考える子やったから <laughs> それ話おかしいんちゃうとか思ったけど、うん、取材してるとよくわかんないそれは来る時は自分のいた京都だから迷わないんだよ。うん でも人間誰も自分が死ぬ時のことって実は考えてないから考えてるようでって誰もこの部屋にいる誰も考えてないから亡くくななっってててから行く場所いいいうのは実は実身についてないと戻ってくるのは分かるけどその異次元の世界っていうかその違う世界の帰り道はまだよく分かってないんだとだから照らしてあげるというので実にこう筋が通ってるだけじゃなくて本気なんや。 ほんまにこんなことを考えてる人なんやなあ。というのを原稿にしたら。のらえんは。それは一番読みたくない記事で。のらえんによると。しびたらまちや。いやまさにそうです、ね。そうそうそう。え、<laughs> のら、のらするのかなと思って、そのままパッと出してくれて。え<っ>。うん、書き換えず、うん。だから、加盟者にしたら大変で、今年の京都通信、京都時給がどうなってるのか。行祭りも。 五山送り火も全然普段と違うじゃないかって。<laughs> で、翌年から見事に元に戻った。<laughs> <laughs> そうですか、うん。はい。はい、それで、このチャンネル登録。あ、で言うとね。あのー。五山送り火で、僕一番印象に残ったのは、山に登っていったわけ。はい、送り火って、遠くから見ると、例えば、第一時だけど。はい、本当はそこに。セットアップして、そこに。火をつけていくわけ。で、その。 置いていくことから始まるんだけど、そこからも一緒にいたわけ。僕は。はい。そうすると、あ、観光資源で、はいはい、ま、燃やして。で、山火事にならないのやって、無事に終わればいいっていうんじゃないんで。あ、はあ、真剣なんですね。真,真剣なの。本当に、例えば。自分のおじいちゃんとか、おばあちゃんとか。ね、人のやった、早く亡くなった。ちっちゃいこと,とかも、全部思い出しながら置いてはんね。うん。 もう感激だからあのそこでもうずっとまあお邪魔なのにずっといていろいろ話聞いたりしてた僕を許してくれたちょっと名前覚えてないんだけどその斑点来たあの若い衆京都で若い衆とあま言わないんだけどちょっとお名前わかんないけどとっても素敵なあな青年の方だったけどあの方にもうあの。 ねおっちゃんかおじいさんになられてると思いますがチャンネル登録お願いしますはい、ぜひ皆さんも、はい、チャンネル登録をお願いいたしますえ、はい、そして独立講演会のご案内です1月の21日東京にて開催されますこちらの申し込みは12月の6日からスタートですぜひお越しくださいはい決戦の年をどうやって戦うかをみんなで相談する場が 今の独立講演会でですおいいくださいその時に嫌だ嫌だという人ほど住民との党員にそれもこの事務所議員会館の青山繁治事務所を通じて史上初めてのしがらみゼロの党員になって一緒に考えたいと思います。する 連帯ですね。はい。はい。えー、専有まみ、どうですか?はい。動画の下の説明部分、概要欄からお申し込みください。はい。お待ちしてます。はい。今回もご視聴ありがとうございました。